橋管理官。あ、そういえばこの前あれ、フライトエイトさん、高橋の名前が出てきたとお話しした。マシュマル、みなみんちゃんポップ一生特で、あ、ねえ買ってくれた、ありがとう。今日撮ったよ、あの、なんだっけ、一番可愛い感じのポーズ、ちょっと楽しみにしてて。はぁ、かけちゃん、かけちゃん、パルタ自己紹介。新潟県の伝道師佐川笹です。私は今京都にいます。ここ京都なんだね。モティこんばんは。白川笹さん、白川さん、そう、光白飛びするっていうか、まあ白だからしょうがないんだけど、え、でも実際直で見たらなんかクリームベージュみたいな、ラブラドールレトリバーみたいな色。大したこんばんざいねん、久々、ちょっとぶり。伊豆パパ今日もイケメンですけど、でもなんか写真撮ったらすごい自分眠そうな目してて、全然眠くないんだけど眠そうな目しててびっくりした。マシュマル明日、あ、そっか、日朝か、その時間家もういない、家じゃないや家にはいない、ホテルも出てるな。明日9時半から出演なんだよね。笑顔タイム。しおちは今得点を頑張ってますマリオ飛んだ時みたいな音したあ、うまい。キンちゃん、ちゃちゃかけちゃん、あ、今東京おったんか、すれ違いじゃん。ささが今京都いるから、だからセレネで待ってた。え、バンザイジャパン見た今日。こんばんは、お疲れ様です、ありがとう。まーちゃん、おはよう。かなりゆくとりみ、え、まーちゃんが、笹川がともき、こんばんは、笹。あー、全然、ありがとう、むしろたくさん頼んでくれて。宇宙顔した、宇宙、まあらー、かわいいね、今日パジャマ、パジャマ着てる、ワンピース、長袖パジャマ。パンツァ、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。いちばちゃん、おましょい、いえ、おましょい、おましょい。次回予告、笹川さんの落書き署名に初、おー、する、初挑戦の日が来ちゃう、交互期待。たけぎ、わーい、あ、いっぱい今日も落としてたね。ティンちゃん、モーニー、今日も可愛くて幸がすぎるーって、モーニー、マドロンちゃん、また高橋、そう、フライトさん、フライトさんとお話しして高橋の名前が出てきて、あーってなった、お友達。かきちゃん、今名古屋のサービスエリア、おー、もうちょっとで、あ、すれ違うね。京都は、京都は来ない。ひな、いやー、ありがとう、今日一日。あこちゃん、カラノちゃん、2回目は発動しましたちゃっちゃんちゃん、のびさ、ささだー、ささだよ、京都ささ、得点ありがとうね、取った取った、さっき運転中だった。ゆずパパ、京都の夜はどうですか。そりゃ動画に収めましたその内容は、え、でも本当なんか静かな感じがする。誰と遠部屋でしょうか。しおちゃんです。さっちゃんです。
たい。しゅうちゃん、しゅうちゃん今ここにおる、目の前に、目線の先におる。すみこ暮らし、すみこ暮らし、ささこ暮らし、ささこ暮らし。たかし、そうだ京都行こう。よし京都おいで、おいで。あこちゃん前も京都に、さっきあった、何食べたかな。まず京都行きたいな、綺麗なところたくさんで写真撮りたい。そう京都まだ観光あんまりできてないから、うーん観光したいですね。みなみちゃん、あ今日これからか、あそか深夜バスか、これから出る時間だね。うわー次こそ会えるのを待っている。プリモマリオ、マリオいた、プーンって言ってた。ラブラドンレトリバークラもいるぞ、なんでキレてんの。犬好きだからね、知ってるじゃん。こちゃん、しおちが同病の人見てるだけで癒されるって言ってして、えそれどうした、うーって顔してる。全然知らんかった、そのツイート見てなかった。プリマ、京都とか修学旅行でしか行ったことない。わかる、やっぱ修学旅行京都だった。長野もそうなんだ。沖縄、沖縄行った。水パパ写真いかがでしたか、壁の写真。あ、あれ17日の綺麗だった、綺麗綺麗、ニコニコしてた。楽しそうだった。たかし、山野ちゃん注目して、おー、あそう山野、明日から山口ほのかちゃん、通称山野ちゃん、ミスフラッシュ2022のオーディションのファイナル、ま、決勝ですね。なんで皆さん応援よろしくお願いします。敗者復活から復活したので、お仕事です。うわお疲れ、今から寝て地元に帰る、頑張れー。まあ、パなんでそんなパ強調したの、パ邪魔きてるの。パジャマ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 でお邪魔パジャパジャ。お、ドキヒト、ごめんなさい、痛そうな音した今。痛い、だいぶダメージ食らってた。痛そう、あ、やばい、衣装かけてあるから、ごめんね、移動させてた。ちょっと立ちかけていいよ。あ、やばい、そう、リバイスさ、全然見れてない。今度こそ見ようと思ったのに。なみちゃん、行く5時5時違い、やばいね、すごい弾丸さ、頑張れ。ワンダ笑顔、マスさんこんばんざい、あもーん吉だ、ありがとう今日来てくれて。 GTR こんばんざい、囲み動画撮ったよ、クロマンこんばんざい、クロマン。みなみちゃん明日もライブ、今日より近いところから応援してる。今日より近いところ、なん長野、今日より近い、東京よりこっちよりかかな、なのか。応援してて、明日3本頑張るから。だから名古屋、ナンシーこんばんざーい、ポイ捨てされたハート拾ってゴミ箱にそう、ポイ捨てはいけないからね、ちゃんとゴミ箱に入れないとね、スッて綺麗に入れといた。おパジャマでお邪魔さ、さあさあ、なんで名乗ってんの、ワイの名前。パジャマでお邪魔、笹川笹、491歳です。明日落とさないに頑張っちゃおう。今日もう、もうここで落ちてた。うん。進捗。だだ。
だだだだだだだ、こんばん。まさ不定期的。あ、え、ベースボールベア？ベボベ。え、見たい見たい見たい。Stand by me。かけちゃん仕事帰りに京都で。仕事帰りに京都で。あ、かけちゃんが？でもその頃もう名古屋いそう、万歳ジャパン。そう、なんかね、眠くなくても全然なんか最近眠くない時でも眠そうな目メイクかな。いつか京都のやるとやったー、見やったーっていう人いたよね。マシオか、もうたしおちしおちいたよ。あ、やべ、めっちゃコメントあったわ、びっくりした。じゃあシューンって呼んでいこう、ちょっと早め、びっくりした、そんなコメントをしてくれてると思ってなかった。プリン動画も頼めばよかったの。あー、じゃあ明日だね、明日。たかし、あ、ジャンピンナップが流れてきて、うん、一息ついてる場合じゃないよ。ジャンピンナップジャパン、はい、ジャンピンナップイエーイ。ここでしおちゃん紹介。しおちゃんはでも、え、さっきね写真撮ってたんだけど、特典用のどの角度でも可愛いからすごい。だからもう言ったもん、どの角度でも可愛いねって。すごい本当に、なかなかそうそういないよ、どの角度でも。うん、武豊くん、え、軍事援助何するの、食べ物を送る。まあ明け方ぐらいに、すれ違い通信しよう。何もすれ違い通信するソフト持ってないけど。安成こんばんは。プレマ、あ、奈良京都ね。え、ワイも奈良京都だった。マビ、ワイもササコ暮らししたい。ササコ暮らし刺さってる、なんかササコプチャコ。ジパパまた刺さってるぞ。マスクなしでね、いつ取れるか。あこちゃん、レニーにやまるちゃん、あ、そう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 、じゃないんですよね。でお父さんとお母さん、パナちゃんこんばんは。お肉にこんばんは。今日遅刻したらしおりをボコります。え、なんでなんで、あいいって顔してるって顔してた。ヤミちゃんこんばんは。プリマ笑顔タイム。パナちゃん、あ、そうそうそう、最近さ、なんか半袖のパジャマにしようかなと思ったけど、でもめっちゃいろんなところで着てるやつばっかだったから、これ役にあんま来てなかったからこれにした。安成冷凍たこ焼き調子に待って食べ過ぎて。冷凍たこ焼き、あれだ、ふかふかしてるやつ。なんかたかし、あ、 YouTube の東映チャンネルでね、ちょっと Wi-Fi あるとこで見よう、再配信。ありがとうございます東映さん。たまきまた可愛さが進化してる。嘘、じゃあお風呂上がり塩縮汁、塩縮汁なの、ビタミン野菜。塩そんなビタミン C たくさんぎっしり、かわいいお口。うん、頑張れ。あとちょっと、あ、あれ違った塩違ったわけじゃなかったのか。なんか、まあ、京都お墓があるのに純地元、純レギュラー笹川の純地元どこだろう。純地元フランス。髪黒の面積多く、あ、多くなってきたかな、かなかな、自分であんま分かってないでもそう、結構伸びたと思う最近。あら、さっき帰宅、あら遅くなったの。あ、そっか、今日ライブ行ってたんだ。もう、え、嘘、もう吉言われたことない。新しいのが生まれた、おめでとう誕生。タラタラさん、数年前に京都奈良で寺巡りした。最近来てないけどいいね、実写巡りしたい。そう、今日みんなで金閣寺行きたいっていう話をしてた。なみちゃん、今日は京都から東京だったけど、明日は長野から京都、え、長野から京都行くの、ん、明日。あこちゃん、さあちゃん、明日の朝、あ、あとホテルの部屋と部屋番号と何時かな。
モニコモニコ、あ、習ってないよ言わせようとして、あ、そういうことか。私の名前、あなたの名前はマオアトマークホノタンズカキサマス笑顔タイム、こんばんざーい。さっちゃんこの顔してた。タンタンティこんばんざーい、ありがとう。今日さ、めちゃくちゃ美人な人、京都の人全員惚れてそしたらもっと初めましてさん地域いっぱい出てる。東京も惚れた、やった。新潟も惚れたかな。のびお疲れ様でした。せやせやせや、明日も早起きから頑張ってな、頑張れ。あこちゃんささしよ、絶対平和、もうノーベル平和賞受賞した、世界平和。さっきは二人でご飯食べたり、あとプロレスしたり、プロレスしたっけ、松たか子を見たりした松たか子さん、パジャマ着たいにいいね来たから、めっちゃ期待してるね、期待してる、いいね。たまごっちですれ違い通信しようね。うわ、たまごっち、ピロリピロリたまごっち今持ってないな。たかし5時間立ちっぱなししんどかった、足裏ずっと痛え。足つぼしに行きたい。足つぼしな、え、でも足つぼで果たして足裏の疲れが取れるのかどうかは分からない。お父さんと、そう、お父さんとお母さん、通称羨ましくてニコニコになった。それやまる面白い、すごいね、声を張れるからすごい。しんごちゃんこんばんは。やみちゃんお昼配信でコマさんがおでん食べながら変なこと言ってた。え、何言ってたん、コマちゃん見れなかった。あ、でも朝のな、眉毛作る配信眉毛ないところからの眉毛作る歯医者見た。一郎ちゃん今夜眠川ネムさんじゃない、そう、これから眠川ネムになりそうだけど、まだ今んとこ全然眠川ネムじゃない。でも絶対作業してたらすぐ寝落ちするんだろうなって感じ。これから眠川ネムに変身する予定です。あこちゃん前が名付けただけだし落ちじるしおちとそういう話してたのかと思ったやん。さっきコメント欄見てしおささ部屋だとして電車で規制上げてた、うえうえうえお疲れ様でした。お隣さんからうんた、うんちすごい大好きだよね。最近しおりの返事うんちになりつつある愛理ちゃんが好きな両安寺もおすすめだよ。あそこか、一緒に、うちが想像してるとこと合ってるかな、多分わかる。ああいう庭園とか好き。一緒には910ね、あっこちゃん、あっこ先生はどこかのホテルの910号室です。皆さんプロレス、プロレス、あ、プロレスしたかもしれない、ご想像にお任せします。ボクシングしたかも。皆さんお知らせ頑張ってね、ありがとうございます。あと2日ゴライブ、タラスタラトラさん仏像、おお好きなんだ、え、似合う。というかもうなんかタラトラさんが仏様みたいなスマイルするから、仏様の生まれ変わりなのでは。プロレス呼ばれてない呼んだら来てくれたの、京都まで。じゃあ明日プロレスするからおいで。赤ちゃんご飯食べてプロレスして松たか子みたい、そう、平和でしょ、楽しいご飯食べてねんねして、あ、でもねんねしたの本当だよねチェックインして一回ねんねして
二人でねねんねんしてた。みずきがしおちゃん食べられないように、え食べられるの、しおりって人肉も食べるんだ、初めて知った。髪の毛松たか子、ワイモン、あ木村拓哉さんとあれ長澤まさみ見てた。たまごっち持ってないの、そう前持ってたけどね。あと前あれも持ってた、デジモン、四角いやつ。まあさん明日たくさんライブ頑張ります。明日結構ポジションそうめっちゃ確認しないと。あと久々にやる曲とかもある、そう楽しみ。猫パンさん、俺は鬼滅の刃見てたの、あなんかやってたらしい、やってたんだよね。ルルルルル、爪とアイシャドウの赤グラデーション、そう、わびっくりした、怖い、びっくりした、カード間違えて持ってきた、そうだよね、ありがとう、ごめんなさい、入れた、突然入ってきた、怖い、これ初心者だったら違う、やばい、私死んでたよ、ね、今ナイフ持ってたらもううちは死んでた、やー、すみません、ぶしろ、おやすみ、みなさんでした、配信中か、あ、ごめんね、いいや、そう、どこだっけ、あ、ここだ、うわ今がナイフ持ってたら死んでたね、おやすみびっくりした、突然ガチャって言って開いたから結構ズキッとしたよ、誰なるほどね、カードを間違って持ってってたから入れたのか、なんだなんだ、思った、よかった、リマさんでした。モン吉、それはワイのせいじゃありません。ぷぷ。シュチがうんちっていうことについて、いやモンタのせいもあるよ。2割。え、3割。トキクト君、そうなのじゃな。しました。都に戻る。あ、名古屋。名古屋。名古屋行くで、明日当日券あるらしいから、前売り買えなかった方もお待ちしてます。顔小顔になりて、今タイトルマッチやろな、レフリーやりますじゃみんなここ集合、京都のホテル、ホテル静岡遠征の時のホテルは、うん、はなんだ、何が続くてって意味深、プロレスオタク25年、ドルオタより歴あるちじゃあ集合、プロレスもアイドルも大好き、たかし管理官です、よろしくお願いします。なこちゃんねんねした、ささしを生まれた悪魔マ、先生のことをお母さんって呼んじゃう現象だ、お母さん、悪お母さん、しおちゃん鬼かグールな、人肉ささが食べられるらしい、明日ライブいなかったらそういうことだから、よろしく、私は前思ってたオーソロ何かにつけておそろ、あとは、あとはおそろ何、ミスパパ明日ささ撮る時のこと想像しながら別の子で撮影練習練習なの、その子はプリマ、そうプリマのリマさんでした、プリマリマみなとリマ、あこちゃん明日3本目ね、そう The Token Challenge、明日3本目おらんのかなって思ってた、来てくれるん、3本目トキチャレンジ、サカイ RAD RAD、 トキータ君、ホムラ、鬼滅の爆風、鬼滅の幕府とは、
あこちゃんもんちゃん何年前から落ち着いてるからさなんでなん なんでそんなにうんち大好きマン水パパありがとう。キャマン3割か、それはそうだよ、3割、 30% はだいぶだよ、 33%。 これも今から嫌な宿題は全部箱に捨てちゃえ。聞こえてなかった。車飛ばしてね、え本当にどこでもドア欲しいよね。ともきはさあさあ、あ出た、ありがともき、ありがともき、積極的、ね、噛んだ積極的に使っていいよ、どんどん使ってありがともき入らせて。あ徳島のクリちゃんだ、明日当日券あるらしい。え明日のどここれさん、名古屋は少なくとも当日券あるって言ってた。さっきねリツイートしたんやけどな、名古屋日本ともどっちも当日券あるらしいから、おいて、それとも京都の方だったりするかな。朝5時のバス乗って大阪、そっから電車で京都に入れるんじゃないかな京都ね。京都当日券情報って言ってないんだけどさ、でも入れそうな気はする。明日のトップバッターやし、トップバッターなんかそんなに人いなさそう。ちょっと明日朝一で聞いてもらって、あれだね、分かり次第ツイッタートしよう。明日朝一確認お願いしますって言ってみます。シンゴちゃん覚えてなければ、え何、静岡のホテル、静岡のホテル、静岡のホテル、なんかいろんな宿泊の記憶が。安内プロレスなら俺も呼んでください。そうプロレス好きな人さ結構多いんだよね、めっちゃ何人かいる。赤ちゃん明日も楽しみにしてて、ててん何何かを早起きするとも祝いも、そうだよみんな寝なきゃ、そまだすることあったんだ。わたらくぐきさめ、お疲れ、おめでとうございます。しおりが頑張ったので皆さん拍手してください。ずっと頑張ってた。パパグラビアアイドルさんなので練習、ええー。たかっぺこんばんは、今京都にいるよ。関西遠征やのに会えないのがつらぴょ。来週大阪ライブあるけど笹川はいないんだよね、まあ今襟付き着てるおそろ咲かすの必死。明日周知に誘われたので、おーいいね、楽しもう。メンバーがいつでも元気を分けるぜ。明日頑張ってねーで、おやすみマン、人参マンだ、あ真の人参マン、こっちにいた。あれでの階段、あれね、猫、ああさっちゃんに会いに行く、君を迎えに行く、うん、あみんなみんな周知偉いって拍手してる。やったね、終わりますわね。ささかな配信でもしおりの配信がねもうすぐね始まると思うよ。
香川なのか今。すごいすれ違い。台風大丈夫だった？台風すごそうだった気がする。ぴょみんな優しすぎて優しい、もうメンバーみんな優しい、めちゃめちゃ救われている。さっちゃんでも救われてる。うわえ痛い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 、ちょっと戻ってきて前転して仕掛けてる今映したかったけどちょっと映ってなかったびっくりして、痛かったね無理にそんな変な体勢取るからあー気持ち悪い今の動きがねちょっとね今日さすがに今日やべえ、ね、やべえ人だなって思ったいつもか勢いでしおちゃんがゴロンってしてた、うん、プロレスしてた今一人プロレスしてました行ってみて入れなかったら、あ激辛ツアーはさすがもしたい。激辛好き？どんぐりコロコロどんぐり行こう。あそれかおそろちね、そうだそうか、あれ静岡か、そうだ同じホテルでした。おやすみ、ありがとうございます、すみこぐらしちゃん、バイバイさんで、ありがとうございました。明日が配信、特典今日頼んでくれた方また待っててください。目つぶし